ナンバーアンダーラインアイ。がついにチャートの頂点に立ちました。クラッカー彼らの最新曲、INZM が CD ジャパンプレイリストウィークリーで堂々の1位を獲得したのです。雷鳴のごとく、世界を席巻する INZM ナンバーアンダーラインアイの最新作がチャートを制圧。皆さんは CD ジャパンプレイリストウィークリーというチャートをご存知でしょうか 日本の音楽シーンをけん引する CD ジャパンが毎週厳選した楽曲をランキング形式で発表しているプレイリストです。そのチャートで先日リリースされたばかりのナンンバーーアダランアイの最新曲 INZM が堂々の1位を獲得。わずか4日間で国内外のチャートを席巻する勢いはまさに雷鳴のごとしです。INZM というタイトルは日本語で稲妻を意味する。 稲妻をローマ字表記したもので、その名の通り、聞くものを圧倒する力強いサウンドと、中毒性のあるメロディーが特徴です。ミュージックビデオは、現代的な映像美と、ナンバーアンダーライン愛の個性的なパフォーマンスが見事に融合し、その中毒性はまさに、稲妻のように、瞬く間に視聴者の心をつかんで話しません。しかし、この楽曲の成功は、 単にキャッチーなサウンドや洗練された映像だけではないでしょう。ナンバーアンダーラインアイは、常に時代の最先端を行く音楽性と、高いパフォーマンス力、そして独自の世界観を確立することで、多くのファンを魅了してきました。今回の INZM も、彼らが培ってきた経験と才能の集大成と言えるでしょう。では、なぜ、INZM はこれほどまでに多くの人の心をつかんだのでしょうか。 それは、彼らの音楽が、現代社会で生きる私たちの心の奥底にある、複雑な感情や葛藤を表現しているからだと私は考えます。例えば、歌詞は、愛や孤独、希望と絶望といった普遍的なテーマを扱っていますが、その表現は非常に現代的で、私たちが日常的に抱える悩みや葛藤、そして社会に対する疑問を、ストレートに表現しています。また、彼らの音楽は、 単に感情を吐露するだけでなく、そこから立ち上がる力強さ、未来への希望を訴えかけるメッセージを内包しています。INZM のミュージックビデオは、そのメッセージをより鮮明に視覚化しています。現代社会の複雑さを象徴するような、荒涼とした風景や、デジタルな世界が融合した映像は、私たちの心の奥底に潜む不安や葛藤を映し出すかのようです。しかし、 その中で輝くナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスは、どんな困難にも立ち向かう力強さを表現し、私たちに勇気を与えてくれます。彼らの音楽は、私たちに問いかける。あなたは、この世界で、何を信じ、何を求めていますかあなたは、この混沌とした時代を、どのように生きていきたいですか ?INZM は、単なる一曲の楽曲ではありません。それは、 現代社会で生きる私たちに対するナンバーアンダーライン愛からの挑戦状であり問いかけです。そして彼らの音楽は私たちに自分自身と向き合い未来を創造していくための力強いメッセージを伝えてくれます。INZM は音楽業界に新たな旋風を巻き起こし世界中の音楽ファンを魅了するでしょう。そしてその先には さらなる進化を続けるナンバーアンダーライン愛の姿が私たちを待っているのではないでしょうか。彼らはこれからもどんな困難にも立ち向かい、時代を先駆けて私たちに新たな音楽体験を提供してくれるでしょう。INZM は私たちに音楽の持つ力、そして表現することの大切さを改めて気づかせてくれます。彼らの音楽を通して私たちは自分自身を見つめ直し、 未来への希望を見出すことができるのです。さて、あなたは何を考えますか ?INZM は、あなたにとって、どんな意味を持つ楽曲でしょうかぜひ、あなた自身の考えをコメント欄で共有してください。音楽の力は、木に雷鳴のように私たちを打ちのめす。最近、その雷鳴の一撃が、ナンバーアンダーラインアイの最新 MV、 INZM によって全世界に響き渡った。この作品は、リリースからわずか4日で国内外のランキングを席巻し、エンターテインメント業界に新たな旋風を巻き起こしている。だが、この成功は単なる偶然ではなく、計算し尽くされた戦略とメンバーの情熱が結実した結果である。INZM というタイトル自体が象徴するものは、稲妻すなわち一瞬にして視聴者の心をつかむ衝撃である。 楽曲の力強いビートと映像の鮮烈なビジュアルは、まさに雷のように私たちの感覚を揺さぶり、心に深く刻まれる。この作品が与えるインパクトは、単なる音楽や映像を超えた何か特別なものがある。その特別さは、ナンバーアンダーラインアイというグループが築いてきた独自のブランド、そして彼らがリスナーに届けようとしているメッセージにあるのではないだろうか。この MV がリリースされてから、 ファンの間では多くの議論が巻き起こった。ソーシャルメディアでは、ハッシュタグナンバーアンダーラインアイ、ハッシュタグ平野翔、ハッシュタグガンユうた、ハッシュタグジングージユといったハッシュタグが飛び交い、数多くのコメントやレビューが寄せられている。あるファンは、この MV を見た瞬間、雷が落ちたような衝撃を受けた、と語り、また別のファンは、映像と音楽が完璧にシンクロしていて、まるで一つのアート作品のようだ、と絶賛している。 しかし、こうした評価の高さには理由がある。まず第一に、ナンバーアンダーライン愛のメンバーである平野翔岩ガン・神宮寺優太の個々の才能と、その相乗効果が大きな要因となっている。彼らはそれぞれが異なる個性と魅力を持ち、ファンに深い感情的なつながりを提供している。例えば、平野翔はその圧倒的なカリスマ性と演技力で視聴者を魅了し、 キシユタはその卓越したダンススキルでパフォーマンスに躍動感を与える。そして神宮寺ユ太タはその落ち着いた雰囲気と表現力で作品に深みを加える。これらの要素が組み合わさることで INZM はまさに一つの完璧な作品として完成されたのである。さらに、この MV が注目される理由の一つに、現代の音楽業界におけるトレンドを巧みに取り入れている点が挙げられる。例えば、 映像の編集や撮影手法には最新の技術が駆使されており、視覚的にインパクトのあるシーンが連続することで、見るものを飽きさせない。また、楽曲自体も現在のポップミュージックの流行を反映しつつ、独自のエッジを効かせることで、他のアーティストとは一線を画している。このように、INZM は現代のリスナーが求める要素を的確に捉え、それを超えるクオリティで提供しているのである。だが、 INZM の成功は単に視覚や聴覚への刺激にとどまらない。それは彼らの音楽が持つメッセージ性にも起因している。INZM の歌詞には現代社会における個人の葛藤や希望、そして未来への期待が描かれている。特に若い世代にとってこの楽曲は彼らが直面する現実とその中で見つけ出す希望の象徴となっている。このような深いテーマを持つ楽曲が ただのエンターテイメントを超えてリスナーに響くのは自然なことである。また、この MV の成功には、グループの戦略的なマーケティングも大いに寄与している。リリース前からのティーザーやソーシャルメディアでのプロモーション活動が、ファンの期待感を最大限に高めることに成功している。特に、INZM のプロモーションでは、メンバー自身が積極的にファンとの交流を図り、 その過程でファンの声を反映させる形でコンテンツを作り上げてきた。これにより、ファンは自分たちも作品の一部であると感じ、より深いエンゲージメントを持つようになったのである。一方で、この成功の裏には、一部のファンや評論家からの批判的な意見も存在する。例えば、INZM があまりにも商業主義的であり、アーティストとしての純粋さが失われているのではないかという指摘がある。確かに 現代の音楽業界では商業的な成功が重要視されがちであり、その結果、アーティストが本来持つべき創造性が抑制されることも少なくない。しかし、ナンバーアンダーラインイの場合、この商業的成功とアーティストとしてのアイデンティティのバランスを巧みに保っている点が評価されるべきであろう。彼らはあくまで自分たちの音楽とメッセージに忠実でありながらも、現代の市場ニーズに応える形で作品を提供しているのである。 最後に、この MV の成功が示すものは、エンターテイメント業界における新たな可能性である。INZM は、単なる楽曲や映像作品としてではなく、一つの文化現象として広がりを見せている。これからの時代、エンターテイメントはますます多様化し、デジタル技術の進化とともに新たな形態で私たちに驚きと感動をもたらすことだろう。そして、その中心にいるのが、 ナンバーアンダーライン愛のようなアーティストたちである。彼らはこれからも、私たちに新たな体験を提供し続けるに違いない。この記事を締めくくるにあたり、私は一つの疑問を投げかけたい。この先、ナンバーアンダーラインアイはどのような進化を遂げ、どのようにして私たちを驚かせ続けるのだろうか。そして、彼らの音楽が持つメッセージは、これからの世代にどのような影響を与えるのか。この問いの答えは、 今後の彼らの活動とともに明らかになっていくだろう。しかし一つ確かなのは、彼らの旅はまだ始まったばかりであり、その未来は限りなく明るいということだ。このように、ナンバーアンダーラインアイの INZM は、音楽業界のみならず、社会全体に多大な影響を与える作品として位置づけられている。彼らの今後の展開がどのような形をとるのか、私たちも目を離すことができないだろう。 そしてファンとしてその成長と挑戦を共に楽しむことができるのは何よりも幸せなことである。